ああ、これ難しいやつです。ホロライブに入ったから学んだ重要なことは何でしょうか。イエスイエス。うわ、これむずいけどね、はいはいはい、何にしようかな、うんうん、いっぱいあるんですけど、最近特に思うことでいいですか。はい、いいっすよ。これがっかりされちゃうかもな。では僕のゲス、まず行きましょう、はい、Always believe in yourself。 自信を持つこと。確かにそれは大事だよ。でもね、マリンはね、どうしても何年経ってもね、自分に自信が持てないんです。Oh no。 いや、なんかやっぱちょっとでもね、何か悪いことがあると、あもう自分はダメだってすぐ思ってしまいます。でもこれは大事なことですね。じゃあ船長の答え見てください。 OK、はい、これは30歳は需要があるということですね。これ最近気づいたんですけど、30歳になりたいですか、なりたくないですか。30歳はすごい。いや、僕まだ12歳なんで遠いっす。え、遠いけど、え、なりたい、なりたくない、なりたくないかな。なりたくないでしょ。船長もなりたくなかった、30歳に。あは。でもね、なんか最近コメントとかでマリンが30歳だと思ってる人がいるのね。30歳って言われて、船長は今までそれに反対してきたのね。はい。でもなんか切り抜きとかコメントで見たんですけど、うんうん、いや、むしろマリン船長が30歳ってめちゃくちゃいいけどなみたいなコメントを見るんです。え、30歳むしろ逆にいいみたいな。もう全然今までは船長も30歳になりたくなかったけど、いや、なってやろうじゃないのって思えるようになりました。なってやろう。翻訳してもいいですか。これ間違えないように、誤訳しないようにね、ここは大事だからね。はい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 。マリンが30歳になったんじゃなくて、なってもいいなと思えるようになったんだよ。はい、わかりました。オッケーオッケー。みんな意外とね、30歳好きなんですよ。 You guys like 30? みんな好きだって。 30 is best。 好き。 Oh my god。 え、30歳は新しい20歳？はい、だからね、怯えずにこれからも年を取っていきたいと思います、うん、いいっすね。はい、いいっすね。素晴らしい答えでした、ありがとうございます。はい。でも、いや、先輩ももっと自分に自信信じてくださいよ、はい、先輩はすごいっすよ。 ありがとうございます。はい、年齢に関しては自信持ちましたよ。おう、まあ、それも一歩で、はい、ナイス。それも一歩。